日本新潟県南魚沼市君帰り君帰りは、新潟県南魚沼市の地名。郵便番号は949-6601。源義経がこの地を去るとき、村人たちが君、帰りをわすか、と別れを惜しんで見送ったことが、君帰りの地名の由来と言われている。和道年間に、大長大使が阿弥陀如来像を安置し大日堂を建立したことが、始まりであり。 文治三年、主言者主従が京都から追われ欧州平泉に下校する途中、大日堂に滞在し、背負ってきた関税恩菩薩像と、恩資金令の教官を寺に収めて立ち去ったとされる。現在の本尊は、その時寄進された聖観音恩像である。鎌倉時代研究七年、越後国主出雲神間垣の娘康代が、吉常公音の慈悲にすがるため、当初、 稲葉平大日堂の聖漢世音菩薩像を安置するための三間半、四面の道具を建立し、上級2年5月18日入り付ようしたとされている。江戸時代寛営年間より改築を始め、宝永2年原漢世音堂が完成した。自然が豊かで夏になるとホタルが出ていたが、有子山麓の整備による環境変化により、有子山付近のホタルは見られなくなった。 また、2011年7月末の大雨による土砂災害により、ほぼ全滅してしまった。また、昔、悟りを開いた僧が厳しい修行を終え、村人に自身を生き埋めにするよう依頼したという古い言い伝えがこの村にはある。現在、その墓は、君帰り墓地の中心付近にある。君帰り館の運動付近にある像は、首の部分が壊れていたが、現在は修復されている。 2018年2月28日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。